ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。はい、今日はですね、ちょっと虹色クワガタの産卵セット割り出していきます。で、これあのダイソーのタッパーですね。タッパーで穴開けて産卵セット用の容器にして使ってたやつですね。グリーンブルー血統の虹色クワガタですね。はい、ではやっていきましょう。お願いします。なんでこれにしたかっていうとですね、多分ね、ほら、そう、割り出しやすいからこれにしました。で、前はあれでやってたんですよ、コバエシャッターやったんですけど、これ試しに幼虫取れるかなって思ってやったんですけど、なかなかなんかすごいことになってますね。もう見た感じ結構いてくれてますね。いや、よかったです。グリーンブルーケットは失敗したくない結果でもあったんで、何回か組んでたんですよね。これ多分2回目かな、2回目の産卵セットだと思います。ちっちゃい。大きい。で、前はボトル、100均のボトルでやってたんですけど、ちょっと最近というか今年ぐらいかな、イベントとかに出させていただいているので、ちょっと数が欲しいなって思いまして、ちょっと大きめのやつで最近組んでます。まあ、平均して50とか、まあ、60ぐらい取れますね、この場合。今回何匹になるか分かんないですけど、一応2回目なんでそんないないと思うんですけどね。でなんかすごい虹色クワガタのプロっていうか、まあ、ブリーダー、すごいブリーダーさんいるんですけど、その人はね、 100とかね、120とかなんか取れるとかおっしゃってましたね。ほんとすごい人がいます。その方に比べたら本当まだまだなんですけど、ちょっと虹色クワガタを増やしてね、世に広めていきたいですね。白やと12、これで12、30匹ぐらいいてほしいな。ちょっとバラしていきますか。その前に下にいる場合があるので、ほら、いた。危ない危ない。スプーン、どこ行った？スプーン、あれ？スプーン、で、このマットはまた使います。はい、いましたね。
これいいですよね。100均で売ってました。42入るらしいです。本当100均ってあれですよね、あのブリーダーのブリーダーのなんていうんですかね、協力的ですよね、ブリーダーさんに。怖いな、ちっちゃいの溶けるから。さっき見えたんだよな、こっちに。あれ、どこ行っちゃった？あ、いたいたいた。いたいたいた。ちょっと長い期間セット組んでましたね。6月16日に2回目って書いてあるんで、それから約2ヶ月間じっくりと運転もらっておりました。いい感じのマットになってる。再利用できますね、これは。置いた。ニジロクワガタの産卵のコツに関しましては、もう本当にマット片詰めですね。この菌床産卵するにしてもめっちゃ固く詰めてあげます。その代わりあの菌糸の周りが遅いんですけど、でも焦らずね、菌糸が回るのを待って産卵セット組んであげるといい結果が得られますね。で、割り出すタイミングに関しましては、幼虫がね、見えてからがいいですね、あの経験上。っていうのも、いつ産卵モードにあの入るか分かんないんですよ。だからちょっと虹色始めた時は2週間とかでね、割り出ししたりしてたんですけど、やっぱそんな数は取れなかったんですよね、卵だったり症例だったり。幼虫見えて割り出すってやり方にしてからは結構取れてますね。焦っちゃダメって感じですね。虹色は寿命も長いですし、たとえこう2ヶ月セットして見てもこう卵産んでなくても、またペアリングして再セットしたらね、あの卵産んでくれるっていう事例もありますので、
ゼリー切れだけに注意しながら気長に待つっていうのがいいのかもしれないですね。3段セットに関しては、で瓦って結構取り扱いが難しくて、すぐあの雑菌とか入ったら青カビとかで変な感じになっちゃうんですけど、一応それでも3ラセット組んで幼虫がね取れましたので、まあ、カビだらけでもなんか大丈夫って感じがしますね。あれさっき言ったけどな、どこ行った？あ、いたいたいた、ちっちゃい。多分何回かに分かれてますね。産卵セット組んだ時のこう卵が孵化したのがちょっと比較的大きくて、でここ最近1ヶ月前ぐらいとかに産んだのがちょっとこう初齢でちっちゃい。何回かに分かれて産んでくれてますね。すげえ、じゃう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 じゃーしてる。おっと、おっと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 、ちっちゃいのもいた、ちっちゃいのもいた、ちっちゃいのもいたよ、あった。
あ、腰が痛い。ちょっと体勢がきついな。で、多分なんですけど、虹色って結構低温の方がいいかもしれないですね。っていうのもですね、自分の部屋がエアコン管理で、一室全部エアコン管理で、だいたい20度、まあ、上がっても23度ぐらいなんですよ。その中でやっているので、それで毎回このぐらい結果が出ているので、意外に低温がいいのかななんて思ったりもしてますね。普通の温度でやったことがないんですよね、虹色。27度とか。まあ、初めて挑戦した時もだいたいそのぐらいの気温で、それからまあ失敗なしでここまで来てるので、もし3段セット組んでみて、こう虹色生まないですっていう方がいましたら、ちょっと低温でやってみるのも面白いかと思います。あ、ちっちゃいのもいる。うわ、落ちた。ちっちゃいのから。ちっちゃい。このぐらい大きくなったらちょっと安心ですよね。こんにちは。あ、こちら見た。あれ、さっきの相手です。かわいいな、こうなってみたら。めっちゃ落ちてる。おいといといと、おいといといと。
お、やばい、あと2個しかない。すごい。あ、いたいた。で、虹色ってね、結構一緒に入れてても共食いとかしないですね。まあ、なぜかと言いますとですね、前200のね、あ、これか、このプリンカップに菌糸詰めて卵管理してたんです。穴開けて10匹10頭入れてやってたんですけど、それがね、二例後期もう本当に大きくなってて、割り出すの忘れてて、でそれでもねちゃんと10匹10頭いました。1頭も減ることなくねいたんで、多分共食いしないんじゃないかなと思いますね。でも親がね子供は食べるのは見たことありますね。親の虹色がね、幼虫をねこう捕まえて食べてるのは掘り出しながら見たことありますね。パプキンも食べますね、親が。まあ、オオクワガタも食べますよね。やっぱ親が食べちゃうのかもしれないですね。幼虫同士はおそらく食べないですよね。喧嘩してこう傷つけちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、それかこうめっちゃ自分が知らない幼虫でめっちゃ肉食で目の前にあるやつみんな食べちゃうとか、そういうのもいるかもしれないですね。ちょうど切りがいいからこれで終わってほしい。でもあと1匹欲しいっていう欲が出る。ないかな。で以上ですね。なんとキリがいい数字、ちょうどじゃん。あ、ちょっと腰が痛い、腰痛。ちょうど42頭ですね。にしろやと、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 42。かわいい。ちっちゃい。この子めっちゃちっちゃい。こっちもちっちゃい。多分前回が28頭ぐらいだったのかな。なんかトータル的にやっぱり60ちょいぐらい産んでくれてますね。すごい、ずっと見ていられる。はい、ということですね。今回の動画は虹色クワガタの割り出しを行いましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。